吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。本日は今日朝の人身事故でこの小田急線非常に大きな遅れが出ました。人身事故のためにダイヤが大幅に乱れたところです。ここで今この時間帯は落雷がありまして、この改札のちょうど発見機のところが、このバスのところが通過できない状態になっております。そうした状態をご案内しております。ちょうどこの時間帯、人の利用が、この出入りができなくなっております。このタッチバスの部分のところが出入りができなくなっているところをご案内しております。この連続音がずっと続いているところです。ご案内します、鶴川ゆきです。